こんばんは、ゆずあんずです。今日はですね、テトラというゲームをね、やっていこうかなと思います。謎解きアドベンチャーということでですね、ちょっと昨日までやっていたとても恐ろしいグロいゲームとは全く違う感じで、ちょっと気分転換な感じでこれやっていこうかなと思ってます。よし、ではスタートします。ニューゲーム。扉？ここからか。テトラの羽ばたく音が聞こえる。大切な人への思いを乗せて、どこまでも空高く。なるほど。テトラって鳥か。今日は魚の気分。魚ね。これはチーズ。そのチーズ欲しいか。お魚と交換ならいい。なるほど。これは？あ、開いた。ドライバーですね。上は？上は、これね。これまだわからない。こっちは、魚の絵が描いてある。魚の絵？これかな？ちょっと待って。1、2、3、4、5。レバーが5つ。これか。上、下、下、上、下。どういうことかな？上、下、下。上、下。あ、開いた。開いた。釣り竿をゲット。ああ、じゃあそこの魚を釣るってことか。なるほどね。魚を釣ればいいんじゃん、ここで。ねえ、魚を釣る。あ、釣れた。魚を鳥さんに渡せばいいのかな。鳥さんに魚を持ってきたよ。なんともレアなお魚。これは美味しそう。チーズ持ってってもいいですよ。はい、ありがとうございます。このチーズを何に使うのかなんだけど、何に使うんだ？ここはまだわからない。これは何だ？はぁ。なるほど。ここは？あ、ここドライバーで開ければいいんじゃん。なんだ？レバー。何も起きない。ネズミ？これに使うの？これに使うのかな？美味しそうに食べてる。これどうしろって。あ、ネズミを取るの？あ、わかったわかった。これは取れる？あ、取れない。わかったぞ。ここでしょ、ネズミ。ここに使うんじゃん。ここ。あ、やっぱりそうだ。あ、これで電気が入ったってことか。動力になって、こう繋がってるもんね。線で繋がってるから。で、これで、おお、動いた。上に上がれるってことか。あ、ここにも鳥さん。そして何か落ちている。はい。んで、鳥さん、何してるの？敵ではないようだな。いつも通り異常なしであります。なるほど。そうですか。はい。異常なし。鍵。これは？
1,2,3,4,5,6,7,8。 ここにも鳥がいますね。さっきとちょっと違う、目が違うし向きも違う。これどこにつければいいんだろう。これちょっと待って、これなんだ。いや待って、白にできるの。あ、できるできる、そういうことか、分かった、よう覚えよう。全然違った、隣だったよ、赤の隣だ。隣にあって、1,2,3、また開いた。あ、ここにこれをはめるんだね、これをはめるんだね。そして動いたけど、あ、取れるってことはまた後で使うことになるのか。とりあえずじゃあはめて、はめたよ。あ、動いてるな、動いてる、動いてて記号が出てきた。ちょっと待ってくださいね。紙紙。順番が四角ひし形との字の縦に本。四角ひし形との字縦に本。よし。で、作業は今ですか。お邪魔にならなければいいですが、ゆっくりしてってください。で、
ああ、ここネズミさんか。ネズミさん、ネズミさんはこのし、え、でも、ネズミさん、これ、ネズミさん取っちゃったら、階段下ろせないじゃん。怖いやつじゃないです。これはね、謎解きアドベンチャーやってます。パズルですね。脱出ゲームみたいな感じだと思います。流行り紙のようなことはないので、よければゆっくりしていってください。鈴田さん、こんにちは。そうですね、今日はドロドロはしてないですね。今日はなんか可愛らしい感じです。可愛らしい感じの謎解きアドベンチャーやってます。そしてだよ。これなんとかしたい。これをなんとかしたい。ゲーム音が大きいですか？これがですね、どうしよう。あ、わかった。ちょっと待ってくださいね。これどんな感じですかね？少し下がったでしょうか？まだ大きい感じですか？ダメかな？ちょっと下げてみましたけど。あ、そうですか。ありがとうございます。じゃあこれでやっていきます。それでですよ。ありがとうございます。どうしたらいいんだ。ドライバーがあるんだろうな。いや、敵じゃないけど、敵じゃないんだよ。ここはもう何もすることはないと思う。魚のスープを煮込んでいます。出来上がったらあなたも一緒にどうですか？はい、ありがとうございます。どういうことかな？黒幕どうでしょうか？黒幕なのかな？これはね、わからなくってですね。いや、敵じゃない。あ、弓、偶然弓に触れたら、もらえた。弓か、そういうこと？あ、持っていいんだね。あ、そういうこと？じゃ、これで撃つとかそういうこと？そういうこと？あー、でも、わからないよね。順番とかがわからない。多分、この、記号の順番に行くんだと。鳥さん撃つんですか？まさか、そんな残酷なこと。それはできない。この、ちょっとこの風船、これ撃ってみますか？これ。えい、違うんだよ。風船を撃ちたい。どうして？あ、どうしよう。これ外せば下がるかな？あ、下がった下がった。これで、風船を撃つ。えい。どこに落ちた？どこに落ちた？どこだ？どこ？ここ？あったよ。ありました。これ、ドライバーですね。ドライバーで開ける。あ、なるほどね。そういうことか。これが、あの、撃つやつのマークなんですね。ね、で、もうメモと鉛筆必須ですね。そして上がっていくビデオに何か別のものと皆さん間違っていらっしゃる気がする。これで上げて出てきたところを打つんだけど、ですね、順番が丸、三角、
四角、丸、ひし形、ひし形なので、丸がここ、丸、あ、こっか、これか、丸、三角、四角、で、また丸、そして、ひし形、ひし形。開きました。開きましたね。あ、女の子いる。この世界が大好き。この世界のみんなが大好き。鳥たちは空を飛び交い、幸せを皆に届ける歌を奏でる。みんなに幸せになってほしい。私はこの世界にそんな思いを込めて書き続ける。だから私はいつも笑顔でいられる。この世界のみんなが笑顔でありますように。消えちゃったんですよ。あれ？彼女はいつも夢を見ているようだった。空想と現実との区別がつかなくなってしまうほどに。でも私は彼女の世界が好きだった。その世界は私にとって救いだったのかもしれない。なるほど。羽ばたいてるからね、私は鳥なんじゃないかって思うんですよね。あ、いいのかな？ここクリアしましたね。ワールド1クリアで、じゃあワールド2。いきます。なるほど。これは可愛い牛さんと、キツネかな？犬？どこから来たの？人に会ったのは久しぶりだわ。牛、クリックできる。お散歩中よ。なるほど。ん？タオルが必要なの？あんまり綺麗じゃないんだけど。これタオルもらえるの？持って行って、あ、そうなんだ。どうもありがとう。タオルもらっちゃった。何に使うのかな？あ、何かありますよ。待って、書いとかないとな。これ、きっと位置があるから、3段に分かれているでしょ。で、4、3、1、2、5か。で、これをどっかで使うんだな。他に、蝶々。蝶々は何もない。あとは、触れるところはない。ですね。で、奥に行って、虫。わあ、虫。これか。ここだな。あ、汚れてる。これを、拭けってこと？あ、なるほどね。で、これが、これ、これ、位置が違う。回転するんだ。これは、こうか。こうか。これで、1、2、3、4、5って順番に押していけばいいのかな。1、2、3、4、5。開いた。開きました。で、これは？これは何もない。何もないですね。じゃあ奥に。あ、またいる。こんにちは。僕は虫を集めているんだ。君は虫が好きか。虫はね、あまり好きじゃない。あまり好きじゃないんだよ。この網が欲しいのか。どんぐりと交換ならいいよ。どんぐり。なるほど。どんぐりを探せ。あ、とんがり山さん、こんにちは。謎解きアドベンチャーやってます。ゆっくりしてってください。なるほどね。これは、黄色い虫がいて、あー、なるほど。これもなんか後で使うんだな。絶対使うんだな。とりあえず全部同じ方向に行ける。で、あと行ける。こっち？あー、これ、ホタル。ホタルなんじゃない？ホタル。あー、捕まえられ、あ、網があれば捕まえられるのかな？これは？カエル。カエルの鍵か。これは？あ、カエルだ。
あ、そういうこと？こうか。あ、いたいた。そして、あー、よくわからないが、この水の流れを止めればいいのかな。ってことはですよ、埋めるためには、こうなって、こうなって、こう来て、こうか。ん？いいのか、これで。よし、じゃあ、これを変えればいい。こうなって、これがこうでしょ。そしてこう来て、こう止まった。先が止まった。こっちに行けばいいのかな。何もないけど、何もないか。これはなんだ。あー、これはなんだ。え？黄色、青、赤、緑、丸、長丸、四角、四角と三角。色と形か。え、こんな色のもの出てきましたっけ？まあいいや、ちょっと次。蝶々、蝶々を置かないといけない。鳥さん。卵はダメ。そうだよね。そりゃそうだよね。で、ここは？あ、ドライバーがいるのか。ここはまだわからないな。でも、どんぐりがないとダメなんでしょ？これ欲しい。ホタル捕まえたいから。どんぐり持ってない。どんぐりか。これは黄色い虫。これひし形なんじゃ。で、あ、緑の虫。これは、これは四角？緑、四角？さっき青い虫もいましたよね。これ長四角だな。そういうこと？そういうことかな。この形でしょ？丸でしょ？四角だったよ。で、ひし形だった。あ、開いた。どこが開いたの？これ？開いた。あ、どんぐり。これをあげればいいんだ。手を、どんぐりをあげます。網を貸してください。仕方ないな。約束だし貸してあげるよ。ありがとう、ありがとう。これで、これで、ホタルを捕まえよう。わかんないけど、なんか捕まえる気がした。そして、ホタルか。暗いところを照らせってことでしょ？ん？覚えた。覚えたっていうのは虫ですか？中、そうですね、中身どんぐりだった。髪めっちゃ描いてます。ボールペンと、髪がすぐ、手元にあるので、さっきからめちゃめちゃ書いてます。多分マイクの後ろ側にあるので、音を拾ってないだけなんだと思うんですけど。めっちゃカチカチやってます。ここ暗かったですよね。これ。こことか？カエルの鳴きじゃ、ああ、はい、覚えました。最初ので。え、でも、左右、真ん中真ん中とかだったから、割とそんな難しくもなく覚えましたけど。あ、こうか。これなんだ？メダル。どこで使うんだ？わからんぞ。ホタルは取れないの？ホタルまた捕まえられる？あ、捕まえられない。暗いったらここも暗いんだよね。これ。これ。ここを先にホタル使うべきだったのかな、もしかして。あれ、どうしよう。いいのかな、これ。これでも蝶々、このメダル何に使うの、これ。
これはなんだ、どこに使う？ホタル関係ないか、もう関係ないか。どっか使えるとこがあるんですかね。網は大切に使ってくれ。はい、ここ？あ、一緒だな。ここ？いや、これでだって捕まえるとかじゃないでしょ。違うなぁ。あれ？特にガチャコンってなるわけでもないよな。あ、ホタルいるじゃん、ここに。また増えてる。で、さっきの暗いとこに使えばいいんじゃないかな、ここに。暗いとこにはホタルだ。出てきたぞ。では、左、右、そしてこれをどこに使うんだ。これをどこに使う。どっか使えるとこが、いや、ここは何もない。どこに使うんだ。こう、これ別に押せるとかないよな。まさかこれで回して開けるとか。ああ、そういうことだった。で、これはめる。そうか、これは、あっあっさりだったですね。まさかとは思ったけど。よく皆さんなったことないですか？トイレとかで、中に誰もいないのに鍵がかかっちゃったとかっていう時に、ドアノブの下にさっきみたいなのがあって、コインでこうガチャって鍵が開けられるじゃないですか。なんかね、あれをちょっと今思い出して、さっきのメダルやってみたんですけど、当たりだった。これはこの順番にしろってことかな？そういうことだよね。多分これが一番こっちでしょ。これが2番目で、これが3番目の、トイレに誰もいないのに鍵がかかるの。ほら、ではいやいやいや、あ、結構ねあるんですよ。え、経験ないですか？経験ないかな、皆さんないですか？私割とある。割と行こうと思ってドアノブやったらガンとかなって、えって、誰かいるのとかって思ってノックしても誰もいなくて、でしょうがないからやると誰もいないっていう、よくありますね。ないですか？あれあれおかしいな。開いた、開いた、開いたというか、なんか電気ついた。なんだこれ、どこがどうなった、どこがどうなったんだ。違う、どこがどうなった。ドア閉めるのに全力出しすぎて。ホラー配信じゃないですよ。あ、バーンって閉めすぎってことですかね。そうか。そうか。すっきりした勢いでバーンってやっちゃうのかな。まあいいんだけど、これ、どこがどうなったんだろう。これ、どこがどうなった。え？わからないんだけど。何か取れるとかないし、コインが取れるわけでもないけど、電源は入ったっぽい。鳥さん、鳥さん、ダメなの、ウィーンって言って。そしてここはもうだって終わったし、これ、これ、さっきの左左右右左右とかですか？これ左左右、右、左、右。違うよね。カチッともパチッとも言わないの。ってことはここじゃないんだ。この辺？どっか行けるところがあるとこですか？ここはでも何もないしね。これも別にただカエル鳴くのを覚えるだけだし。何かあるのかな。これはあれ？あ、いいのか。あ、蝶々？これ？もしかして？これ捕まえてはめるとか、そういうことか。なんと、
めっちゃ簡単なことだったじゃないですか。これをドアにはめるの？こういうこと？開いた。そういうこと。なるほどね。で、中に入ればいい。あ、羊の執事かな、これ。ありがちな感じですけど。暑いな。じゃあまずお話聞いてみますね。面会ですか？残念ですが許可は出せません。甘いものがあれば考慮はいたします。甘いもの、甘いもの、甘いもの、はあ、なんだこれは。あ、わかった、これだ。鳥だもん。これくちばしがあって目があって、さっきのこれでしょ。あー、もう一つ、これ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 ですよ。くちばしがあって丸があって、でその順番はこれってことだですね。真面目じゃないかすごい技術の無駄遣いしてる感が確かにね、そうですね。あの白い蝶じゃないとダメなんですかね。ですよね、きっと。ぴったりはまらないとダメだから。ということで、待てよ。左、右だった。開いた。これは、木の実？瓶。瓶か。ここに瓶あったよ。これ。これ、ここに入れるの？違うの？あれ？ここじゃない。でも何かもう一つあるぞ。ここの下に置けってこと？違うか。あれ？二つ持ってないとダメなのかな？これ？甘いもの？甘いもの。瓶。甘いもの。卵か、これ。あ、わかった。瓶。ミルクちょうだい。ミルク。あ、汚れたパネルをね、拭かせてもらったの。ごめんね。ミルクください。はい、ミルク欲しい。ありがとう。絞りたて自慢のミルク。そして、これと卵。ミルクと卵でプリンとか作るんじゃないの？どうなんだろう。卵ください。だよね。ミルクあげるわけに。ミルク、あ、木の実か。これあげるからちょうだい。いいの？いいの？いいの？ありがとう。やったもらったいいのか、こんな木の実で、あなた自分のお子さん差し出したことになるんだけど。いいのかな？ちょっと両親がいたの。で、ここに、あ、入った。で、牛乳を入れる。入りましたよ。お、なんかできた。等価交換流人ですよね。あ、やっぱプリンだ。美味しそうなのできてる。いいな、これ。簡単じゃないですか。卵とミルク入れるだけで自動にできるんですよ。自動プリン製造機。めっちゃ欲しい。これにかぼちゃとか入れたりするとかぼちゃプリンとかできるのかな。よし、じゃあ、執事さんにプリン。はい。これはこれはプリンですか。そんなものでは、うむ、今回だけですよ。釣られている。プリンに釣られている。あ、いたいた。甘いものが大好き。それだけで幸せになれる。たとえそれが夢の中でも。あの大きなプリンをまたみんなで食べに行きたいな。だから、その日のためにも私は約束を守って。消えちゃったよ。また消えちゃった。彼女の作る世界。そこは動物たちと甘いもので満ちていた。彼女の描く不思議な理想の世界。それは失われた当たり前の日常の記憶を呼び起こした。幸せな気持ちは状況に依存しない。
彼女の世界は私にそう教えてくれた。ピッ。で、次じゃあ三つ目のドアかな？ですね。ワールドさん。えい。あー、路地裏っぽい。またちょっと都会的な感じがしますね。あ、なんか矢印が。あー、ドライバーがある。ドライバーがあるが、ひびが入ってるだけなのか。取れないや。そして13。こういうのはね、絶対使うんですよ。こういうのは絶対使うので、まるで13の丸、これも書いておく。そしてあとはこれはなんだ、スイッチっぽいけど押しても何も、あ、24があるじゃん。四角、24の四角。そしてあとはこの辺何もない感じ、何もない感じですね。この横の辺とかもない。ってことはこの中に、あ、入るんだな。上に上がれるとかはない。触れるところは、ここと、スイッチだろうな。あ、ひし形の67。んで、あとこのドアか。鍵がかかってるな。で、これは箱？開いた。ハンマーと、あ、これでガラス割るのかな。で、何か出てる。四角か。これはドライバーがないとダメ。電気を、なんか黒い煙が出てる気がするのは私だけなのかな。なんだ。電気つける。ここを見る。特にない。あれ？何もない。そうか。じゃあ、とりあえずハンマーで、こう破ってですね、ドライバーを取ります。やっぱそうだよね。で、このドライバーを使って、こう開ける。開ける。はぁ。同じなんじゃん。え、でも何にも、電気消しても何も、大抵こういうのって電気を消すと見えたりするんだ。あ、見えてるじゃん。そういうことか。フラグが立ってなかったってことなんだね。わかりましたよ。わかりました。じゃあ、この通りに打っていけばいいんだね。こう、こう、こう、こうね。はい。で、これを、こう行って、こう行って、こう、こう。違うな。ちょっと待って。そういうことじゃ、あ、1,2,3,4。そういうことね。ポイントだ。わかりました。じゃあちょっとリセットしたいんだが、リセットしたいよ。どうやったらリセットできる？あ、こうか。こう来て、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 こうだ。電源が入りました。特に何も。ないけどな、上に上がれるとかないな。こう、まさか何もない。ってことはスイッチ？あ、入り口が変わった。え、入るの？なんかちょっと雰囲気が変わりましたが、ここに三角5がある。三角の5。あー、これ丸三角四角ひし形ってある。え、この回数押すにしちゃ多すぎるよね。67回とか押すのなんか違う気がするんだよな。小さい順に押せとか大きい順に押せとかそういうことなんじゃないだろうか。となると、三角が5で一番小さいでしょ。だから三角が1で丸13、四角24、ひし形67だったから、三角丸四角ひし形の順番でいいんじゃないかな。違うかな。
三角丸四角ひし形。違ったな。そうか、まさか本当に回数やらなきゃいけないとかなのかな。まあいいや、ちょっと置いておこう。これは B3A1C2。 うわ、またよくわからないぞこれ。そしてこのなんかロボットみたいな人に、うわー、なんて言ってるかわからないけど言語なんだな。これですよね、多分ですよね。そうか、むむむむ、これはってことはこれを解かなきゃダメってことか。待って、5、13、24、60、67だよ。だってまさかね、まさかこんなはずはないでしょ、いくらなんだろう。だって順番もわかんないしな、これじゃあ。いや、ちょっと一回リセットして、消せばここに入れる。どういうことかな。あ、わかった、67じゃない、わかりました、 1,2,3,4 だ、わかった、わかったぞ。ダメすぎにはならないから、そうですね、これにわかりました。13は1と3なんですよ。で、24が2と4、67は6と7で5だから、1が丸でしょ、2が四角、3が丸、4が四角、三角の5で、ひし形の6、7だと思います、だと思う。なので1、2、3、4、5、6、7。やったーやったー、開きました。あ、なんだこれこれこれ、まさかでしたねうまくいきました、ありがとうございます。これありがとうございます。これを、これさっきのおじさんっていうかロボットさんの言語でしょ。ここにあるから、ちょっと待って、これもちょっと書かなきゃわかんないぞ。マスが9つあって、真ん中がこの形なんだよ。そうでしょ？これ。だから、その周囲が、うわ、難しいな、これ。書くの難しい。こうか。こうね。U みたいなやつ、左上が U みたいなやつで、アルファベットの A が潰れたみたいなやつと、なんか丸 Z みたいなのがあって、ここ切れた卵みたいなのと A みたいなやつってなってるわけだ。でですよ、これなんだよな、 B3A1C2、 ABC と1233の9マスってことじゃないかと思うんだよな。どっちが縦でどっちが横かなんですよね。通常だと縦が ABC で横が1,2,3なんだろうか。どっちなんだろうな。どっちなんだろう。とりあえず縦 ABC で横 1,2,3 で考えてみますか。となるとですよ、A の1っていうのは、これになるんですよね。で、C の2は、卵みたいなやつの切れ目が入ったやつだったから、これだ。そして、B の3は卵みたいなやつだった、これ。で、開かないってことは違うんだ。横が A、B、C か。で、縦が1、2、3ってことですね。
ってなると、いや A の1はこれで変わらない。 B の3、 B の3がこれに変わって、 C の2が、あ、逆になるだけなんじゃない。あ、開いた。なるほどね、縦横逆だった。そしてプラネタリウムみたいな感じ、これ見られるんだね。あ、あー、うわー、まあいいや。で、これは数字、数字か、数字、他にはない、他にはないですよね。パターンが4つ、パターンがある。待って、あの星の4つありますよね。これも左から 1,2,3,4 ってあるので、星座の切れっ端みたいなのが、で数字4つなんですよ。だから多分これを同じところのものを重ねていくと数字になるんだと思う、だと思うので、紙があった、よし、とりあえず一番左が、左がこれでしょ、で、の上にあって、下に、あー、6か、6だ、これ縦2つだったから6ですね。で、次が、下があって、あー、こうなる、で、2だ、2ですね、ないからね、2ですね。で、3つ目が縦まっすぐでしょ、なくて、上があってないってことは7ですね。で、一番右が縦2マスあって、下にあって、真ん中にあって、逆か、3か、真ん中3つ横があって縦2つだから3ですね、3ですね、ってことは6273、6273、開いた、来ました。では、あ、また今度可愛いロボットいる、わかんないよまたこれ、あ、とりあえずこれなんだ、わー、なんかいろいろある、数字、音が全部違うんだな。で、これは、あ、あ、建物がなんかちょっと某テレビ局みたいな感じの建物が来ましたけど、2本しかないのかな、ビル、あ、まだある、あ、ただの四角い、ちょっと、あ、3つだ。ってことはここが塞がってるから、ここが開くはずなので、これとこれとこれ、この数字とかこの位置とかがさっきの3つのビルでのから分かるってことですよね。で、これで見るのか、あー、これなんだ、むむ、これはこれはなんだ、これちょっと覚えるのむずいぞ。こうなってて、上下のなんかこうなってて、
って C みたいになってるやつ。リンク。他にはわかんないな。これ丸でしょ。で、どこにもそんなのないけどな。この子で。同じ文字あるな。数かな。同じ文字がある。これもそうだ。同じ文字がある。数かな。そしたらこれは2つ、いや違う、3、4、4つ1、2、3、4、5つだ。まだある、まだある。1、2、3、4、5、6、6つだな。で、どれだっけな、どれだっけな。これか。これは1つしかないっぽい。で、これだ。これが1、2、3、4、5、5つ。そしてこれだ、これ、これが2つ、2516、横の数字だからこれでしょ。これで縦ビル変える。あ、なるほどね。レバーを、あー、そういうことか。あ、釣り人さんこんにちは。脱出ゲーム、謎解きアドベンチャーやってます。よければゆっくりしてってください。これは窓がどこまで開いてるかってことだと思うので、左が、一番左が半分まで、で一番右側が上、ちょびっと上でしょ。で、2番目が全開になってて、で、あ、全部閉まってる。3番目が全部閉まってるって感じだから、これだ。これが、こういうこと？いや、なんか違う？違う？あれ？全部、いや、違うな。でも、これ、半分？半分？あれ？なんか違うかな？全部ついて、全部閉まって。あ、わかんないな。ちょっと待って、これちょっとパス。パスっていうか、ちょっとわかんないぞ。これわかんない。ちょっと待って。まあいいや。次のビルをちょっと先にやってしまいます。これか。あ、数字があるぞ。3、下5でしょ。5、6、4、3、5、6、4、1、2、3、5、6、4、あとはここだな。あとはこれだ。わかんないんだよな。戻って、これを見る。あ、あ、違うか。そういうことではないよね。でも横4つ並んでいて、やっぱりどこまで下がってるかってことだと思う。
これはちょっと待ってくださいね。全部多分です、 C っぽい文字の数7個の気がする。あ、マジですか？本当ですか？あれ、数え忘れかな。これですよね。1,2,3,4,5,6。素晴らしい、クルレアクさん、ありがとうございます。7つあった、7つありました。これだ、これ7つ、ありがとうございました。間違えてました。これが全部閉まったよ状態、これは上ちょっとだけ開いてるよ状態で、これは全部上がっオープンだよ。できた、鍵出た、やりましたよ。いや、クルルヤクさんのおかげで詰まらなくて済みました。ありがとうございます。やったー。ここに使うんですよ、これを。ここに使う、これで。あ、いた、夢を見ていた。夢の中で家族一緒に食事してた。昔は夢じゃなかった世界。この子だけが私のそばにいる。私の代わりに広い世界へ。昔見ていた夢の世界を私は信じて待っている。昔見た夢ってことは今はそういう状況ではないってことか。この世界には違和感が満ちていた。いつも希望に満ちていた彼女の世界とは何かが違っていた。ざわつく心を抑えながら、私は彼女のもとへと急いだ。約束を守るために。うん。やっぱ私は鳥なんだよ、きっとね。鳥、羽ばたいてるから。そして、四つ目のドア、行きます。ありがとうございます。四つ目のドア。えい。なんか時間っぽいな。あ、学校みたい。曲がなんか、これはなんだ。何かここ差し込むっぽいな。で、テーブル、机は特にない。これが数字を入れる。窓触れる。あ、これ覚えとかないといけない感じのやつだ。よいしょ。紙があったんでしょ。左の窓がこんな形してるでしょ。で、真ん中は、あ、2本ある。真ん中はこれと上2つか。で、右は1本で、この形。はい、メモしました。で、どこに使うんだ。とりあえず今は電球も触れないし、ここは今はない感じで、この棚も触れない、窓、このコードも触れない、蛍光灯もない。こんにちは、おはようございます。本日の予定は特にありません。どうぞ一日ごゆるりと。何でも申し付けくださいね。なるほど。窓？ん？あれ？また形が違うぞ、これ。あれ？これは全然形が違うな。こっち行ける。ここ、最終的にはここを開けなさいってことみたいですね。で、これは何もいない。そして、色、ドライバー。ってことは、まずここを解けってことか。数字が4つ。これもまた数字になる系ですかね。さっきの重ねると、これに、え、あ、なった、2だ。
これはこれでゼロでしょ。ゼロ三で、これ9だ。2039、2039、2033、開いた。で鍵ゲット。もう鍵ゲットしたけど、あれなんで、これでまさかここの鍵とか違うよね。ここの鍵なんじゃないかと思う。あ、いた。で、あれ？あ、赤、黄、青、魚、黄色が1？黄色が1、青が2、じゃあ赤が3、赤4、なるほど。これは変わらずで、これはなんだ、わかんないな。血行ってみよう。今日は外出禁止令が出ています。ご注意くださいね。食事の準備もできています。ご家族がお待ちかねです。外出禁止令。また今度はちょっと違うな。こう来て、下二つ。で、こっち。あー、てか、魚が増えている。形かな、魚の。魚の形だな、きっと。この子、2匹と、この子、2匹、この子が3匹。で、それがそれぞれ、何色の魚かってことかな？そんなことはないか。あ、でもそうだね。ヒレが、下ビレが1枚しかない。これ1つしかない子が赤だった。で、これが、2つあるのが青で、これは、一番なんか、あ、上に2枚あるのが黄色。この形と同じ魚の数から、これが黄色。黄色が2匹いるから2。黄色が2匹。青も、青これだから3匹。赤2匹。でも、それぞれ数字が決まっているので、青2だから3、2が6ってことかな。赤が2、4が8ってことかな？それをどこに入れるんだ？あれ？ここに入れるんだろうな、きっと。でも、ドライバー持ってないんだけど、どうしたらいいのかな？どこでドライバーもらえる？ここ？これ？ 1、2、3、4、5、6。これ窓のアンテナのことかな。まずこれを解決しないといけない。ペッパーくん待ちすぎ。ペッパーくんですね、ほんと。これ、1、2、3、4、5、6。あ。いや、でもだよ。何番目かってこと？
目かってことか。ちょっともう一回ちょっと見てきます。一番上でいいんでしょう、あれ。一番上。わかりにくい。これとこれの、ってことは、これは1、2でしょ？ 1、2で、そして、これは、3と、3と6か。3、6で、これが4、5ってことなのではないだろうか。ということはですよ。あ、その順番に押せってことか、これ。じゃあ、1、2、3、4、5、6? あ、いたよー。来ました。やった。ドライバーゲットです。そして、ここだな。ここに、使う。これ入れればいいんじゃないかな。これは8だった。で、青が6。で、黄色は2。開いた。開いた。鍵。で、どんどん先に進めているのでは。まただよ。まただよ。これなんだ？ここを何かはめ込まないといけないっぽいですね。で、これはいい感じですね。ほんと、いい感じ。順調にいってます。びっくり。びっくり。昼間だからかな。昨日めっちゃ怖かったからかな。昨日めっちゃ怖かったから。これちょっと書いておこう。いや、もう昨日は、めちゃめちゃ怖かったんですよね。ペッパー君、今日も外出禁止令が出ています。食材が尽きているために食事の準備ができていません。え、そうなの？食材補充命令をお願いします。奥様の体調が良くありません。娘さんの体調が良くありません。あなたの体調が良くありません。奥様は病院へ連絡していますか？病院からの連絡がありません。鳥の体調も良くありません。みんな良くないじゃん。あんまりいい感じじゃないな。うわ、雷か。あー、待って。なんか雷の落ちた時の模様みたいなのが出てますね。これ、これさっきの一番左の模様と同じですね。そうだな。これは？あ、三つある。でした。同じもの。同じものは真ん中しかないですね。真ん中。これ真ん中、真ん中、中。で、これは？同じものはこれ左側ですね。四角、ちょっと待って、これかな。四角丸で1、2、3、4、5、6、7、7、7、1、2、3、4、5、6、7。なるほどね、なるほどね。じゃあ、こっちから。ってことは、2? まあいいや。そこつまみがないから何をどうしていいかちょっとわからないので、ここの何かつまみっぽいものを探さないといけない。先に。こっち行って、ああ。魚さん。これは1、2、3、4。4。1、2、3、4。
かった、これだ。横4筋あって縦丸が4つあるので、一番上、その次、一番下、その上、そういうことだ。こう来て、こう来て、でしょ。そして、何？ああ、これだ。つまみ。つまみゲット。ここに、はめます。なんか、スイッチを押すんだな。これを回してスイッチとかそういうこと？この順番にしろってことか。この順番にしろってことだな。ってことは、これは、どこだったかな？これは、丸から四角があって、ここか。これが1だ。んで、真ん中は真ん中だったんだよ。3つのうちの真ん中だから、1、2、3、4、4つ目か。んで、でもこれ真ん中の模様は下だから、3つ目の模様が来てる。真ん中。で、これが、ここ。ここに2番目の模様が来てる。からですよ。まず、1が、これ。2が、これ。3が、これ。違うかな？開いた！やったー！これで鍵が。これで鍵が。えい。なんだかすごい、どうしちゃったの？なんか、もう廃墟みたいになってる。廃墟みたいになってるじゃないですか。あ、これ、ちょっと待って。これも多分、34、25、16ではなくて、1、2、3、4、5、6だと思うんですよね。なので、ちょっとこう書いておこう。3、4。2、5、1、6。多分この上があるんですよね、どっかに。で、あ、これね。まだわからない。これは？これも全くわからないな。で、机なし。ここは、まだ触れないのかな。やべ、うわ、ボロボロじゃん？ここもあるの？あ、待って。これ、上に切っ、長い、こう来て、こうなってて、ちょっとこれ、この、こういう感じか。よし。とりあえず見ました。で、壊れちゃってて、ダメなのか。これを修復しないといけない。充電なのかな？修復しないといけないっぽいですね。窓、何もない。あ、そこだけあるんだ。ここだけある。太陽？月？下になんかちょっと出っ張りが2つある。なるほどね。とは、ないか。隣。ここは開いてない。もちろん開いてない。これは？魚。魚？これさっきの窓の真ん中にあった、この、ここの骨。似てますよね。多分。これ。の上に、月がある。これだ。これ月。ってことは、これが、その骨のことを表
走っている。両サイドに2つ、折れてないのをすればいいってこと、この形のものだけってことなのかな。だとすると、だとちょうど 1,2,3,4,5 本あるもんな。でも、あ、このポッチの位置じゃないか、あれわかんないな。どう動くんだこれ。 1,2,3,4,5 5パターンある。やっぱ10 1,2,3,4,5 かな。でもな、これでも2つポッチがあるんだよな、この真ん中。どうなんだろうか、これこれ、それとも、下向いてるしな、でも。どっか他にありましたっけ？これしかないもんな。難しいぞ。長さだな。短い、中ぐらい、長い。でもどれのことを言っているのかわからない。何もない。こっちも何もない。これなんだよな。針の数とかじゃないしな、位置とかじゃないよな。真ん中2つだからな。違うよね。解読しないといけないですね。胸、ね、真ん中、これが多分真ん中ってことだと思うんですよ。単純にもうこれでいいのかな。下上とかって、この長くなきゃいけないとか関係ないんですかね。一番長いって長さってことかな。これでも反対側だしな。あ、いいのか。じゃあ、これ一番上にするでしょ。これ一番上にして、これ一番下にして、次が、真ん中ぐらいか。ここ真ん中でいいのか。で、これがこっちか。これ一番上ってことなんだろうか。違うな、違うぞ。これわからないな。
これわかんない。今まで順調だっただけに。わかんないな。どうしよう。ピンってこないぞ。難しいですよね。難問です。魚、この骨を見るんだろうってことは、わかるんですけど、多分ね、中央があの骨ですよっていうのも、多分そういうことなんだと思うんだけど、奇数偶数の骨の長さで足し算。奇数偶数の骨の長さで足し算？足し算？奇数偶数？全部これを長さを見てっていうことですか？これは全部長いから。で、これはちっちゃい。これは同じ長さ。これも同じ長さ。どこに持っていくかって話で、この出っ張りってことじゃない、順番、ここは別に何もないし、ないのかな。これが真ん中ってことでしょ。これが真ん中、上下上とかそういうこと？ものすごく簡単に。まさかね。なわけないよね。いくらなんでもね。違う。じゃあ、どうなってるんだろうな。これはわからないな。ちょっと上下下、この出っ張りは関係ないのか。だってこれ2つあるもんな。ってことは、この長さ？これ短いのでいくってことじゃないよね。同じだしな。Thank you.
違うか。違うな。難しいですね、これ。難しいぞ。困ったな。ヒント見てもいいですかね。ヒント。実はね、ヒントあるんですよね、ここにね。ヒント見ちゃおうかな。試しに45324を。45324。はい、わかりました。4? ちょっと待ってくださいよ。1234。5、3、あ、間違えちゃった。1、ん?これか、2で。4は、これですか?45324。開かない感じですね。難しい。難しい。ちょっとヒント見ちゃってもいいかな。いいかな。結構長考しているのでヒント見ちゃえ。えい。うわー、どうしようかな。どうしようかな。負けた気がするんだよな、でもな、これ。どうしようかな、どうしようかな。ものすごく簡単なことだったりして、の場所。でもこれ2つあるんだよ、2つ。いいか、もう見ちゃってもいいかな。どうしようかな。すごい悩むな、これ。まいったな、どうしよう。困りましたね。どうしようかな。ヒント見たくない気持ちですよね。なんかね、負けた気がするっていうかね、ヒント見ると負けちゃった気がするんですよ。だからなんか見たくない、見たくないとかって思うんだけど、あまりに時間かかりすぎてる気もするし、どうしようかなって。なんか全然ピンとこないんですよね。なんか全くピンとこない感じなので、どうしよう。これあ、何を見たらいいのかわからないんだよな。この長い骨のような気がしないでもないんだけど、どうなんだろうか。これ?これ。で、長い、あ、間違えた。違う違う、全然違うとこ動かして。長い骨。で、下下がってる。違うな。
開いたんだけど確実にこうだっていう感じじゃないんですよね。開いたんですけどこうですよって言えない。なんかあって感じ。なんか適当にやった。ですね、5一番、こっちが5で真ん中5で、これ5、5っていうか一番上でしょ。で、次を、一番下にして、どうしたっけな。この、適当なんですよ、実は。適当にやってた。何がどうって分かってないんです、だから。急に開いちゃってびっくりしちゃった。このマジでわかんないんですよこれ。どうしよう、ここだけちょっと後で別に動画作ろうかな。今からヒント見られるんですかね、どうだろう。ここのヒントでも開いちゃってるのでね、どうなんだろう。ここだけもう一回やるという手もありますけど、とりあえずここは先に進んで、でここだけもう一回、多分もう一回できると思う。できないのかな、扉でも閉まってましたよね。とりあえずちょっとやりましょう。また多分もう一回できると思うので、それで、でスコップってどこ使うの、ここ。あとでちょっと、はい、考え直しをしましょう。あ、違うな。ちょっと待って。魚のところかな。魚のとこ、ここ掘れっていうのかな。やっぱり。で、この鍵はどこに使うの。ここじゃないよね。ここじゃない。ってことは、ここか。あ、これを入れる。で、あ、充電完了ですか？ペッパーくんに入れる。うわぁ、なんか出てます。なんか出てます。ここには誰もいないですよ。誰も。あれを映さないと。ちょっと待ってよ。待ってよ。こうでしょ？そして、うわ、見えにくいな。こうなっていて、で、ひし形っぽい感じだな。で、丸っぽい感じ。よし、これで、これが、こうでしょ？あー、これとこの鍵が連動してるんだ。ってことは、これが、3の3ってことか。3の3。3の3。まず最初。これが、これいちいち戻すとダメなのかな、やっぱ。3の3で、これはね、どれだっけ？これだ。これだから、1の3でいいのかな。1の3。で、これだったから、2の2。で、最後丸だったから、2の3。1の3、2の3、3、2の3。これでいいのかな？これで、で、次が1の3。1の3、2の2。2の2。2の3。あ、こうか。違う、あれあれ、ちょっと待って。ちょっと待って。こう、文字の順番として、こう来て、で、あ、こうか。こっちか。こう来て、そして、
ですね。こう来て、で、こっちさ、こうか。あ、いた。縦よく間違えてましたね。鍵来ました。で、ここに鍵を使う。ん？まだ出られない。ここ行けないんだ。これ何？なんかあるかな？あ、さっきの紙切れか。ちょっと待って。これをどうしろと。さっきのこの紙ですよね。長い、待って。これが短い、中ぐらい、長いってことか。でいいのかな？これを見ればいい。だよね。だから、でも短い、中ぐらい、長い、長い、中ぐらい、短い。ここじゃない。どれを見る？これ。短い、中ぐらい、長い、長い、中ぐらい、短い、だったから、で、これが、こうなっているから、こう、縦がどうかだな、ちょっと待って、これ、これが、こっち側が上になるってことですかね。だとするとだ。上になるってことは、こうか。横、真横が長いってことだ。左下、左上ってことか。難しいんだけど。これが、ですよ。短い、ん？ 1、2、3、4、5、6。短い、中ぐらいか。短いが左下だった。短い、中ぐらいが、これ。そして、長い、長いはこれ。長い、長い、中ぐらい、短い。こういうこと？開いたよ。あ、いた。あ、消えたよ。いなくなってしまいました。彼女はいなかった。誰もいない隠し部屋から厳しい生活だったことが伝わってくる。私は彼女を探して当てどもなくさまよった。なるほど。四つもう部屋空いちゃったんだけど。ん？まさかこれで、あ、入れるけど、なんか違うっぽいな。ちょっと、これ読めるようになってますね。その日はひどい濃霧の日だった。見張りの仕事が終わり家に帰る途中、見慣れない鳥が道端でもがいているのに気づいた。誰かがいたずらに銃で撃ったのだろう。そう思いながら通り過ぎようとしたが、その足に何かが見えた。それが何なのか気になったので鳥を保護し、連れて帰ることにした。鳥の運んでいたものは、子供の書いたような字で綴られた物語と父親への手紙だった。その物語を読むにつれて、私はその世界観に引き込まれていった。鳥の怪我は徐々に回復したので、迷った末に、私は手紙をそのままにして鳥を放つことにした。なるほど。日記みたい。これ、2週目とかそういう感じですか？もしや。もしや。ってこと？どうしようかな。もう行っちゃいますか。行っちゃう？行っちゃうっていう。
またなんか違う感じ？同じですよね。お魚がいない。あれ？あ、でもこの辺は一緒ですね。あら？あなたのおかげで美味しくできました。料理ができたので上の階から兄さんを呼んでもらってもいいですか？はい、わかりました。家族揃って食べる食事が心も体も一番温まるんですよね。はい、わかりました。お兄さんね、呼んできます。お兄さん、ご飯できたって。空から見れば地上のいざこざなんてちっぽけなもんさ。人は翼がないから争うんじゃないか？え、飛行機があるって？あれは本当に飛んでいるとは言えないさ。なるほど。ご飯できたって言ってるよ。どうしたらいい？ん？君はこの世界になぜ再び来たんだい？一度は終わった世界になぜ？いや、いいんだ。さて、いい匂いが漂ってきた。そろそろ食事の時間かな。一つ飛ばしちゃいましたね。あ、なんと。これ、これ、どうしたらいいんだろう。あ、これは謎を解けということか。こうして、この上にもはめろってことかな。こういうこと？わ、なんか出ましたが、これは？これは何にもないじゃないですか。どうしたらいいんだ。え、あ、これか。はあ。風車があって、風車があって、星みたいなのがあって、赤、青、黄色、緑。ですね。で、ってことは風車を見ない。うわぁ！色が変わってますよ。これはどういうことだ？星って書いてありましたよね。星が何か関係するんだ。星。風車の向きか。赤、青。あ、ちょっと待ってくださいね。これの、上がったところ、これか。領域か。わかった。こう左が、左上が赤。その下が黄色。で、緑が右上で、下が青。で、星の数なんですよ、きっと。で、これ、ピーって線引っ張ると、これを、この真ん中を中心にして線を引っ張るとですよ、赤に星が、1、2、3、4、5、6か、6つ。その下が黄色が2つ。で、緑が、1、2、3、4、5、6?青が、え、6で合ってる？青も2か。青も 2?6?1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。7。1、2、3、4、5、6か。赤、青、黄、緑。6、2、2、6。そんな感じ？そんな感じ。星の数間違ってないですよね。忘れてないですよね。1、2でしょ。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。1、2。合ってるよね。星の形が違う？いや、全部同じじゃないですか。全部同じだと。違う？これとか違うかな？この数ってことですか？この星の形？同じだと思うんですよ。入れてみるだけ入れてみます。開いた、開きました。そして
誰もいないけど、え、何もないんだけど、どうしたらいいの、え、誰もいないよ、ん、おかしいな、誰もいなかったんだけどな、どうしろって言うんだ、え、なんかある、どっか、あった、見つけた、光ってますね、コイン見つけました、あ、あ、もう一つ読めるようになってますね。それからというもの、ノームの日には決まってその鳥が私の家に寄っていくようになった。その鳥が運んでいるのは、壁の向こう側へ行くときには物語が、こちら側に帰ってくるときには父親からの手紙といくらかの食べ物だった。父親の手紙を読んで、数ヶ月前に大国間の都合でできた壁で分断された家族だというのは推測できた。家族は収容所送りを避けるためにどこかに身を潜めているようだ。この鳥に発信機をつければすぐに摘発できてお手柄だろうが、私はなぜかそうする気にはなれなかった。それはきっとこの少女の物語をもっと読みたいと思ったからなのだろうか。なるほどね。なんかちょっと、なるほどね。これを進めていけばここが読めるってことか。あー、こんにちは。また来たよ。また来た。覚えてますよ。タオル貸してくれた人。こんなとこにまた来るなんて珍しい。そうなんだ。また集めに来たの。もしよかったら止めた柿を元に戻してくれないか。あー、なるほどね。柿を戻せ。どうだったかな、最初。どうだったかな。どうだったかな。あっち見るのが早いかな。あ、虫がこっちにいるから逆になってるんだね。ちょっと待って。こう、こうの、こう来て、こうが、で、虫がこっちか。が、こうなるから、流れてる。どこに流れ着いた、あれない気がしますが、これ、あ、これか、これも上流に水が溜まっていたみたい。一緒に何か流れてる。取った。イチョウの葉っぱみたいなの。でもさ、これじゃあ向こうに行けないんだよね。行けないから、またやれってこと？ないもんな。またあそこに行かないといけないから、また滝を止めないといけないってこと？あとは、さっきのどこやった？どこやったかな？どこやったかな？最初の紙。これか。あ、いいんだ、これで。これで。こうか。こう来て、こう来て。こうの、あ、違う、これが違う。こうだ。これで、これなんじゃん。で、開いた。間
ちしていました。きっとまた来ると信じていました。彼女にとって書くことは幸せ。でももっと彼女を幸せにしたい、していたのはその物語を読んでもらうこと。愛する人に物語が届くことでした。お父さんか。一緒に。約束でしたね。行く。これか。虫のメダルゲット。出ましたね。あの鳥が家に寄らなくなってからだいぶ経つ。そんな時に仲間の兵士から隠れていた少女が一人摘発されて収容所送りになったと聞いた。しかもその父親が壁向こうからわざわざやってきて捕まったそうだ。私はすぐあの鳥の運んでいた手紙の家族だと分かった。どうにかして助けたいと思ったが、私にはどうしようもなかった。だがきっとできることがある。私は少女の物語をすべて記録に取っていた。今の時代に彼女の物語を誰かがきっと必要としている。私のように。え、捕まっちゃったの？で、お父さんも投稿したってことか。ここは変わらない。特に変わらないですね。ってことはスイッチ入れろってことか。彼女が本当に実在したのか、この物語には意味があったのか。正しい答えなんてない。でも君は再びこの世界に来た。もっと知ろうとした。だから君の中には存在する。この世界も彼女もずっと。あ、消えちゃった。上がっていけばいいのか。彼女は幸せだったのか、父親は幸せになれたのか。どんなに辛くても、どんなに悲しくても、どんなに寂しくても、幸せだったかどうかは本人が決めること。ここはこんな世界になったけど、それでも幸せを願っているのよ。彼女は変わらない。この世界が夕闇に落ちようとも。どこかにメダルがあるのかな。何もないけどな。どこかにあるのかな。関係ないよね。覗くとか違うよね。あれ、何もなくなってしまったよ。そこに行けってこと？この辺が映ってた気がするけど。あっ、光った。光った時しか撮れないのかな。電車が通らない。撮れた。鍵。これで行って、ここにメダルっていうかコインがあるのか。ああ、いない。あ、ここにある。どうなったんだろう。よし、じゃあ読みます。いつもの散歩道を歩いていると、ラジオから聞き慣れた音楽が流れ出した。戦時中に書かれた作者不明の物語を歌にしたものだ。復興のテーマとなったこの歌は、逆境にあっても、不幸である必要はないと私に教えてくれた。公園のベンチで一休みする。近くに何かが落ちてきたので空を見上げると大きな鳥が飛んでいるのが見えた。落ちてきたのは古い筒状のものだ。中を開いてみると手紙が入っていた。
さっと目を通してみたところ、子供が父親に宛てて書いた手紙のようだった。手紙の最後は、パパ、愛している、という言葉で結ばれていた。この思いが届いていることを願いつつ、私はまた歩き始めた。霧の晴れた青空には、日を浴びてきらめく鳥たちの鳴き声が響いていた。なるほどね。これレターになってるから、その後の話か。なるほどな。そうなんだ。彼女のお話が歌になったってことですね。なるほどね。これは？わ、なんだ？これは？なんだろう。ここは変わってない感じ。ペッパーくんが壊れたままだ。これも変わってないですね。じゃあこっち？こう向こうに行けってこと？こういうこと？あ、ある。これで、これ入れるの？そうっぽいな。空気の流れがこっち行ってますよね。こっちかな。突き当たり。どっかちょっと叩いてみる。こっちだ。今度は右か。次も右。右。合ってるのか。左。あ、合ってた。なんかある？で、これは降りない。これはダメだな。これは、ああ回せない。なんだこれ、取れない。他になんかないかな。何かないかな。前の部屋。これか。なんか今変わったかな。あ、変わった。あ、でも取れない。手が届かないってことかな。どっかなんかある？これはこれはポイントクリックゲームとかしているぞ。この辺ではないな。あ、これか。四角いここだけ。あ、やっぱり。あー、なるほどね。じゃあ、これかな。これを、こうする。取れた。ここは？開いた。でもまだ鍵が、から、これに、これを、はめる。そして、回す。あ、ダメじゃん。これじゃ、反対側にはまってるの？ってことは、ここに何かはめるものをまだ探さないといけないってことですよね。そうか。そうなのか。この辺なんか、触れるけど、特に何もないんだが。ここ、あれ？違うのか。気のせいか。触れるわけじゃない。これを触れない。
特に何にもないな。これ？これ取れたが、取れたけど、どうすれば？ちょっと待って、これをどうしたら？ん？こう置いた。置いたけど、置いたけど？あ、じゃあ、これを、ここに挟んで、これを上げるってこと？なるほど。そういうことか。なんだこれ。これは、これは、あ、ここにあるな。これを取って、先に、これをつけましょう。ヒントがわからないので、これつけて、これで開ける。すると何が、ああ。なるほどね。ちょっと紙に書きましょう。H が0932、E が3826、A が4357、F が、あ、シノンさん、こんにちは。テトラっていう、謎解きアドベンチャーやってます。癒しに来てくださったんですか？3091。十分挨拶で癒させていただきました。ありがとうございます。3091。癒されますか？少しでも癒されていただければ。嬉しいです。これが、待ってよ。AEFH か。AEFH で、A が1だから、1234。E が2番目だから、8？ 1234567、8。F が3番目。だから9。8、9。で、H が最後だから2。開いた。鍵。で、はしごを上がって、鍵を使う。えい。これで、いけるんじゃないかな。ああ、そうですね。音楽、そう、曲がそうですね。確かに、穏やかな曲のゲーム、結構多いかもしれないですね。これは、何を見たらいいんだ。どこかにヒントがあるのかな。いやいや、収めてどうする。どこかにヒントがあるのかな。探せ。どっかないかな。この辺ないか。ん？あ、これでも上がってきたところですもんね。こうやって色がつくまでってわけにもいかないのでね。何か絶対あるはずなんだよな、ヒントが。じゃないとおかしいので。どこだろう。線がつなぐ。それでこの階段が降りて、外に出られるってことは。だから、なんかありましたかね、さっきのところ。こう、でも、ない。ですよね。なんか取ったし、取れそうなものはないですね。この部屋、これ関係ないしな。これはもう済んだことだし、この中に何か残ってるってこともないですね。これも、ないなぁ。この辺？飛び出てるけど違うなぁ。ないなぁ。どこか。ん？これといって、ここだぞみたいなものはない
いですよね。じゃあとりあえず上上がって、わあ、これどこにあるんだろうな、ヒントは。かない、あ、お話のあれかな、メダルの色とかいう、もしかして覚えてないけど、なんかこんな色だった気がするけどな。これは最後だった気がするよ。時計のこのこれは白だった気がします。で、あれ違いましたかね、もしかしてメダルの色とか。4番目の部屋、うわ、全然覚えてないんだけど、覚えてらっしゃる方、覚えてる方いらっしゃいますか。一番最初、え、まさかそんなわけないか。緑が一番最初だった気がする。コイン。これ1。青が2？ 赤が3？ じゃあこっちが2。違うか、そんなはずはないか。そんなバカな。違うな。違うぞ。メダルの色かと思ったんだけどな。違うな。これが関係するのかな？まだ残っているってことは。関係するんでしょうか？わかんないぞ。あ！なんだ、ドライバー出た。ドライバー出ました。あ、さっきのとこだ。わかりました。ここだね。ここ、これだ。ここだ。ここ開けるといいんですね。えい。あー。なるほどね。白が白が9、緑が2、青が8、赤が4。なんだ、そういうことか。じゃあ上に上がって合わせます。赤が4、あ、行き過ぎちゃった、赤が4で、それで次が青。青が、ここ。青が、8。8。あ、いた。これで。あ、いる。ありがとう、テトラ。あなたの世界を描いて、あなたと一緒に旅をして、私は幸せだった。いつの日かまた一緒に、自由な空の冒険の旅へ。終わった。終わりました。私はやっぱり鳥だったんだ。あの伝書鳩なんだ、きっと。彼女とお父さんの間、行ったり来たりしてたのが私ってことですね、多分。わあ、終わった。終わりましたけど、魚のとこがわからないままですね。これは、ちょっと、そうですね。テトラっていうのはどうも鳥のようですね。うん。だから、私が、彼女が書いた、お父さん宛てに書いた物語をお父さんに運んで、お父さんは彼女へのお手紙と食料を私に運ばせてっていうことだったみたいですね。なんかちょっとあれですね、第二次世界大戦の頃のようなお話っぽいですよね。ありがとうございます。うわ、心残りはマーク、あ、ほら、これ多分私ですよ、テトラ。あの子私だと思います。そしてこの子かわいい、かわいいな。いや、あなたのお話は読んだよ、全部。まあ、歌になって、後のね、後世の人たちに歌い継がれたっていうのは良かったかなと思いますね。どんな環境にあっても、自分が幸せだって思えば幸せなんだっていう彼女のメッセージがね、今の私たちにも、これで届くといいなって思います。そうですね、有名な日記、そうですね。なんか、それをなんかモチーフにっていうか、
されたのかなとかちょっと思ったりしながら途中ゲームしてましたけど、いやー面白かった。それにつけてもあの魚の骨ですよ。あれはちょっとまたあれですね、ちょっと後日あそこだけこうでしたっていうのをちょっと出そうかなとは思いますけど、とりあえずこれで全クリしたようなのでよかったです。いやーいろいろあれですね、ちょっと私にはちょっと難しかったけど、でもほどほどな難易度でなかなか良かったのではないかと思います。いや面白かった、楽しかったです。ということでですね、今お盆休みですけど、まあいろいろ今ねいろいろありますけど、できるだけね充実した日々を過ごしていただきますよ。明日か明後日またあれを見つけたんです。人形編のルートをね、新流行り紙の方で見つけましたので、それをまたね、明日、明後日あたりにまた再開しようかなと思ってますので、まあ、ホラー大丈夫だよっていう方で、お時間の都合が合えば、また8時頃からやると思いますのでね、来ていただければと思います。ということで、今日はこの辺で失礼させていただきます。ご視聴どうもありがとうございました。とっても楽しかったです。お疲れ様でした。